はい、今21時7分です。国道16号線を朝比奈インターへ向かって今横浜方面に走ってます。もうすぐですね、朝比奈インターへ続く道を左折しようというところでございます。まあ、これね、通行止めの影響なんでしょうかね、結構渋滞しております。16号線です。まあ、今日はですね、いろんな国道が今この辺、通行止めの情報が入っておりますので、多分帰り道渋滞することが考えられます。まあ、唯一の救いはですね、日中の間通行止めだった東名高速道路が、通行止め解除ということで、とりあえず高速に乗れば御殿場までは帰れることにはなりました。そこだけでもちょっと一安心です。もうね、明日も定休日でお休みということですので、急ぐこともないので安全運転でゆっくり帰ろうと思います。まあ、なんならね、日が変われば、深夜料金が適用されるので、そのぐらいでちょうどいいのかなと思っております。まあ、なんかね、もうこの辺まで来るとかなり、走り慣れた道になりますので安心してます。道がどこだか分かんないっていうのはまあないですからね。それではそろそろですね、左へ曲がる道が見えてまいりました。どっかちょっとコンビニ寄ってね、コーヒー飲みたいです。で、船内ではね、乗り物酔いがかなりひどかったんですけど、もう今はすっかり治りまして、気分も爽快、それからバッチリ寝ましたので、全く多分眠くなることはないと思います。はい、21時24分、朝比奈インターから横横を乗ります。ETC をご利用可能です。あ、すっかりもう走り慣れた道になりました。首都高方面の情報です。首都高空港中央下で湾岸線経由で35分ほど、羽田まで仮馬線および横羽線経由で50分。はい、9時40分、二俣川、懐かしいね、二俣川、高校がね、ここの駅が最寄りでしたね、二俣川駅、懐かしいです。はい、時刻は21時44分です。もうそろそろですね、保土ヶ谷バイパスから方面に乗る道路に分岐します。あら、その峠、そこ峠なんだ。はい、ここで分岐してね、そのまま東名高速に乗ります。ETC をご利用可能です。ETC をご利用可能です。時刻は22時ちょうどです。今厚木インターを通過しているところです。オレンジ色のランプがとても綺麗です。もうここまで来るともう着いたようなもんですね。時刻は今10時20分になろうとしているところです。19分です。東名大井松田インター出口、はい、今大井松田インターを通過しました。ここまでの平均燃費ですけども 26km ちょうどです。横
横須賀からの走行距離 68.4km です。ですね、ここから先はまあ、ずっと上りになってきますので多分燃費落ちると思います。だいたい平坦な道を走れたところはここまでの距離ということになりますので、これで何がわかるかっていうと、今日横須賀からここまではエアコンつけてずっと走ってます。で、オートクルーズの設定は80キロで走ってます。すると何がわかるかというと、行きの燃費がだいたい30キロちょっと切りましたよね。 29.5 とか6だったと思うんですけど、エアコンをつけたことでだいたい燃費が3キロぐらい下がるということが分かったのかなと思います。この NBOX っていう車はエアコンをつけると燃費の落ちが結構大きいなとは思ってました。でどのぐらい実際落ちるのかなと思って横須賀から測ってみて、これが参考になるかと思うんですけど、だいたいリッター3キロぐらい、下がってしまいます。でそう考えるとね、結構エアコンをつけるつけないのメリットってでかいかなと思います。距離が伸びれば伸びるほど、燃料代になって跳ね返ってきますので、もし燃費重視でガソリン代節約したい、この辺を考えている方は極力エアコンを止めて高速道路を走ってみるのがいいのかなと思います。時刻は0時18分です。ちょっと途中でね、休憩しながらゆっくり帰ってきました。今自宅に到着いたしました。ここまでの走行距離が、100.5km、 平均燃費は 23.8km です。そしてですね、今回の旅のトータルの走行距離、はい、走行距離 2124.5km、 そしてトータルの燃費は 23.7km でした。はい、今回の九州旅、最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。それではまた次の機会でお会いしましょう。さよなら。アルファセンスコンプリート。